皆さんこんにちは、ビューティフルカーズ洗車チャンネルの村上敦史です。副社長の高橋です。はい、村上さん、はい、2023年も、はい、まだ終わってしまいます。はい、1年いろんなことがありましたけれども、はい、全世紀ファイナリテーションをオープンしました。はい、埼玉にもね、お店をオープンしたりと、会社としては組織の文化を作ったり、はい、はい、ところをやってきましたけれども、はい、このままでビューティフルカーズはいいんでしょうか？そういう内容、はい、良くない。良くないです。良くないです。どうしていきましょう。振り返りじゃないの。どうしていくか、はい、まずすみませんね、ビューティフルカーズですね、3年前からですね、売上が横ばいなんですよ、はい、で本来は倍倍、そこまで倍倍倍できたので倍倍倍っていくはずが、4倍になってなきゃいけないところが4分の1の規模なんです、はい、なんで4倍になりたいかというと、日本中の皆さんに美しい車と共に暮らす感動ある毎日を送っていただきたいから、私たちが分かっていてお届けしている、もうビューティフルカーズのお客様はもう皆さん分かってくださっている、あの嘘みたいに綺麗な状態をもう今の4倍広げてたいわけです。そのために、ね、そう、はい、でも実際は3年間横ばいなので、未だに4倍になったところで全然知られてないわけですけど、4倍の4分の1しか知られてないってことで、もう全然知られてないと、はい、だって今でもネット見たら何それみたいな情報ばっかりですよ、はい、ね、副社長も新車買ったら傷、しかも磨いたことによって傷入れられて、その傷が入ってるわけですし、そうですね、それが当たり前の現状なんでしょう、ね、X の皆さんの書き込みを見てもですね、ビューティフルカーズのお客様がね、新車買ったらまずやることはウォータースポットリムーバーで洗うことだみたいな。おかしいです、ね、おかしいです、新車だろ、はい、はい、だから全然満足できてないですし、やらなきゃいけないことは、実証されているこの事実を皆さんにもっと広げて、自動車に関わる皆さんが、あ、これ正しいよねって思える状態を作ることです。はい、そうです。だって今年いろいろあったじゃないですか、ビッグモーターとかさ、ありました、ダイハツとかさ、ありました。もう車業界ね、なんかダメなんですよ。ダメですね。ダメなんですよ、はい、ダメな人たちが一部いるっていうかね。そうですね、はい、だからやっぱり洗車業界なのダメなんですよ、このままで。そう、はい、なんですかね、これみんな儲かるからやってるでしょ、儲かるから。車業界儲かったんですよ過去。でもね、儲かるからやってるって時代じゃないと思いますよ、はい、うちの会社のミッションは感動を生み出す仕事を作り増やすですから、はい、感動を生み出す仕事をね、作り増やしていくということで、皆さんにもっと感動してもらいたいですね。そうですね、そのために私たちは、はい、ケンマ、はい、正しい選手を、そうです。だからうちの商品をね、パクった商品売ってなんかね、ものすごい売ってる会社さんとかね、もうパクってるレベルじゃないですからね。だってうちに来て、だから YouTube 出てますから、過去の YouTube にその人出てますからね。もうなんかよくわからないけど、でなんか売りたいんでしょとかね、またね、あの別でもね、なんならうちの元従業員とかがね、似たような店作って似たようなコンセプトでやってます。いいじゃないですか、感動を生み出す仕事を作って増やしました。僕仕事は増えました。なんかできれば自社でやりたかったけど。はい、はい、まあそれぐらいでこう感動を生み出す仕事をね、作り増やすっていうことをもっとしていきたいです。はい、それが2023年に入って2024年以降、4年以降。振り返りというか、どうだったかっていうからダメだったし、はい、何ができないってどうしたいのっていうから、ちゃんと感動を生み出したいと、はい、だからもう本当に今期は、来年は倍やりたいです。倍やりたいです。やります、やります。はい、副社長がやらないなら俺がやる。一緒にやります。はい、お願いします。はい、ということで、皆さんも2024年何か目標を立てて、ね、一緒に頑張っていきましょう。そして車はね、美しく、美しい車と共に暮らして感動を味わいながら、それぞれ皆さん2024年の目標をね、1年後に、もう1年後に果たしていられるようにお互い頑張っていきましょう。ということで、今日の動画面白かった、参考になったという方は、ぜひチャンネル登録と高評価と通知動画をお願いします。洗車動画いっぱいアップしているので、ぜひ見て車綺麗に保ってみてください。はい、いっぱい動画あげますので、次の動画も見てください。